郊外先輩。イエーイ、マジック郊外活動。郊外活動ってどこぞの誰かが物質燃やしたからでしょ。いい天気だね。そうっすね。仕方がないので、そこら辺にあった傘を使ってみましょう。ハトは諦めて傘の手品すか。まで行って卵をかっぱらう。手品関係ねえ。これでも小学校の頃はクラス一の木登り名人だったの。また先輩の無駄な情報が増えた。っていうか校外活動なのに道具持ってきてないんすか。道具は現地調達よ。いやいやいや、いけるいける。いや無理ですよ。せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。だいたい公園の生き物取るって犯罪じゃないんですか。大丈夫、公園から出さないし、用が済んだらすぐ返すし。その思考がすでに犯罪者なんですけど。うわ、襲われている。卵泥棒の仲間と思われたくないんで。結局襲われてるし。ハトも怒ってるみたいですし、早く降りてきてくださいよ。降りられない。嘘でしょ。